はい、えー、最近ですね最近よく、まあ、ずっと考えてまして僕が興味がある言葉をいろいろまとめてったらですね興味があることをまとめてたらこういう言葉にまとまってきたんですねまあ「クーネル遊ぶ」っていう言葉はよく聞いたことあると思うんですけれどもまあ「楽しむ」「遊ぶ」って言ったらなんか誤解されるようなところも結構あってニュアンス的にだから「クーネル楽しむ」「クーネル楽」でもいいんですけどで「笑い合い」っていうの言葉なんですけれども えー、まあ一つちょっと説明するとですね、まあ、食う寝るっていう食うっていうのは食べることまあ農業も含む農業いうか自分で食べ物を作るってことも大切だなと思っててで寝るっていうことはその、まあ、家もそうですしあのインフラいうかその水道電気ガスとかですねそういうもの食う寝るっていうところを僕無料にしたいと思ってて。 で自分自身でも無料に近づけていってて結構いい線いってるんですけれどもそこのところを「クー・ネル」を無料にできた時にこの「楽しむ」まあ「クー・ネル」「遊ぶ」のところだったら「遊ぶ」ですけれども「楽しむ」「遊ぶ」っていうことが本来のだからあなたが生まれてきた目的というかですね役割というかそこのところがしやすくなるんじゃないかなと思ってます。で「フリー」っていう言葉が英語があると思うんですけどクー・ネル」 えー、食べるものそして家そして、えー、そういうインフラよか電気ガスエネルギーですねそういうものを無料にできた場合フリ,フリー無料にできた場合楽しむ自由に遊べるフリー自由っていう意味ですねそういうこともしやすくなるんじゃないかなと僕は思っててでホセムヒカさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもその方も その自分のお金の使い道っていうものを本当に大切なものにだけ使えるようになった時に自由な時間が増えるっていうことを言われてるだからある意味その食う寝るっていうものに、えー、お金を使わないとかですね本当にお金っていうものをほぼ使わないように逆に言えばもっとそれを進化させればですねお金っていうものを使わないようになるんであれば自由だけしかないと楽しむことしかないと。 であるまあ外国の方が、えー、お金という世界がないんであればあなたは何がしたいいうような言葉があるんですけれどもそこもまあ食う寝るをフリーにしてそして何をしたいっていう楽しむことですね遊びとか趣味とかあなたにしかできないこととかそういうなことができたらあのそれこそやっぱりあのジョン・レノンさんのイマジンあの世界を できたらいいいなっていうか、僕、まあ、全員世界中日本中っていう意味じゃなくて、まあ、そこもできれば最高ですけど僕自身だけでもまずはねそれができたらあの世界をねジョン・レノンのイマジンの想像してごらんっていう世界所有がない世界宗教がない世界国っていうものがない世界そこができればねなんか幸せだなと思うしその。 やっぱりお金とか資本主義そして2026年以降また新たな、ね、デジタルの、うん、資本主義とか始まると思うんですけれどもどん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 結構きつくみんななっていくんじゃない不幸せになりがちなんじゃないかなと思っててでそこの世界でいくら頑張ってもいくら頑張ってもその、ね、ルールの中でなのであんまねっていう。 そこを抜けるっていうことができる抜けるというかそことは別の世界まあハイブリッドでいいとは思うんですけれどもそこもいいように活用させていただきながらでもメインは地に足をつける食べ物を自分で作るとかエネルギーも自分で作るとか家もお金もいらないというような状態を作れれば、うん、自由な時間確かに増えそうだなと思うし。 まあ今はもう本当に奴隷という言い方おかしいですけれどももうねあやりたくもないことしなければならないことすべきこととかばっかりでしたくもないことばっかりをずっと家族のためとかお金だけのためにとか、えー、ずっとやり続けてそしてみたいなねなのでそこから奴隷から 抜けるといいううううか、そういうような生き方自自分自身がまずはしたいなと思ってまます。まあそれを広めたいとかいう意味でもないですけども、まあ、やりたい人はやればいいと思いますしで、えー「笑い合い」っていうのはまあ自分がまあさんまさんも「竹天」って書いてるんですけど「笑い」って竹天なんですよ。僕はだから天のようにですね神様のようになればその笑いだけで生きていけるというかですね、えー、さんまさんも言われてるんです。 あの泣くイコール笑うだと辛いことが起きた時にほとんどの人はつ辛いっていうのが普通なんですけどそうではなくてそこで明るくいれる自分というかですね笑っていられる笑っているというかまあだから「幸せ」という、えー、文字は辞書にいらないってサマさんも言われてるようにですね「幸せ」という価値観があるからこそみたいなことを言われたりするんですけど本当にさんまさん深いなと思いますしはい思いますけれども。 そういうふうにやって、そういうふうに、だから食べるものを、そして寝る、食う、寝る、無料にしてですね、楽しむで遊んで、do ですよね。楽しむ、遊んで、楽しんで、そして、b っていうか、あり方としても、その、常に笑っていられる自分、長生きしてる人もそうなんですよ。だから法則に従ってる人っていうのは長生きもしてるし、ええー、すごいですよ。うん。そうしたら、まあそういうことを、 をやってたら愛さされれるるしし喜ばれるし感謝ぱり、えー、ねウォーレン・バフェットさんも言われてましたけど「幸せ」というのは自分が好きだなって思う人に好かれることというような言葉があるんですけれども自分が愛してるいかねそういう人に愛されてるっていうことでもほとんどのお金持ちっていうのウォーレン・バフェットさんが言うように言うよですよ。 あのお金は持ってるけれどもなんか周りの人にあんまり好かれてない、ね、家族に好かれてないとか友達に好かれてない人多いわけですよねでも本当に周りの人に、えー、好かれてる愛されてる喜ばれてるっていう人は、えー、幸せな生き方ができてるいうことですよね。だからこのクーネルを無料にしてそして幸せな趣味とか遊びとか楽しいことをやってそして在り方としても笑い愛 であればそこをあんまり言ってる人がいないんでそこに結構いろんなまあ宗教もそうですし、まあ、いろんな自己啓発じゃないですけどいろんな結果出してる方世の中で魅力的だなすげえなと思う人を、まあ、何十年と研究してきましたけれどもこの5文字 「まあ感謝」とかね「えー、喜ぶ」とかいう文字も入れた時期もあるんですね「クーネル」「優勝期関車って「クーネル」「遊ぶ、うん」とか入れてたんですけれども、うん、まあこれで笑いの中に感謝も喜びも含まれるかなと思ってましたの思ってますので「クーネル」「楽」「笑い,合い」「愛」 がでできれればそいいいんじゃないかなかと思ってますだからそういうような生き方とか、まあ、そういうことに興味があるというか大切だなと思える感性の人はまあなんか同じ道というかね似たような道だと思うんでぜひまあ参考にしていただいたり LINE、えー、読んでいただいたりとか、まあ、学校に入っていただいたり塾とか会員に入っていただければあと実際にお会い一度ねしてみたいなと思います。もう本当に、うん いつまでそういうふうにお会いできる時期があるのかもわからないですしいろんな変化が202456とまずは起きてくると思ってますのでそこから動いてくると思ってますので、うん、余裕のある間にねなんかご縁とか会っていただくとかいうことをしていただければなと思いますまあかるもうこの話が伝わらない人は伝わらないんでもう本当にう、えー、ねえ <laughs> 本当に全く違うルールになっていったなっていうのが分かるじゃないですか今回ね見事ですよねうんまあマスクにしてもそうですし、まあ、体に入れるもんにしてもそうです本当にすごいなと思ってだから本当に実力テストっていうか本当にテストというかそのテストですよねお試しいうかねうんテストですよねだからそのテストでこれからまあノアの箱舟じゃないですけど僕前世 前世といいうか,前なんか乗ったみたみなんですよのあの箱舟に僕はあんまりあでもいそうスピリチュアルな方大分県だったっけなの人にも言われたことありますけど僕自身の記憶の中に小学校の時にあるんですよそうだからそこまあ何かの役割があるんだなと思っててまあ今回乗れるかどうか知らないですよでも乗,れ乗りたいですけどね まあ,生き残ってまあでこれから世の中はすっごいうん面白いことになってくると思うんでスリリングでねむちゃくちゃで本当にだからまあほとんどね賢い先生方が X とかね、えー、講演会とかインターネット使っていろんなことが世の中が悪いとか国が悪いとか政治家が悪いとかどうのこうの医療機関が悪いとかばっかり言いますけれどもそれは分かるんですけれどもそれは正しいかもしれないただただ楽しくはない。 で、その人たちは、言ってる人たちは、多分その周波数なんで、えー、悪いことがいっぱい起きてると。で、えー、うん。ういうことですね。うん。まあ、いろんなことが見えてくる面白い時代なんでね。ぜひぜひ、うん。楽しんで、それがゲームなので、今回生まれてきた目的なので、正しい、正しくない、関係ないです。うん。 まあ面白い方がい言われてましたよ外で起きていること,というかたのくのあの幸せだとかそういう、うん、いいこととか悪いこととか関係ないんですよあなたの考え方だけなんであなたの心の中というか考え方だけが全てを作るので、はい、まあ量子力学とかああいうところも全部つながってくるんだと思うんですけれども、まあ、まあ何を言ってるかわからないかもしれないし多分分かってる人が聞いてるんだと思うんですけれども。 うんまあ、まずはですね、まあ、その精神的なことも大切ですけれども食べるところがあってあのそうそう話があれですけれどもあの誰だったっけなおごられイヤーかおごられイヤーかなんかプロおごられなんかそんなふうな感じの YouTuber なんかわかんないですけどいらっしゃるみたいで、えー、とにかくその自分のファンなのかなフォロワーに、えー、食べ物を覆ってもらうそして寝る場所を提供してもらうみたいなこと僕読んだことはないんですけど。 なんかそういうような話を聞いたことあって本当に食べることそして寝ることが確保できればですねあとは楽しめるなと思うわけででもほとんどの人がやっぱり食べるものっていうものを誰か農家に作ってもらったりどっかでスーパーで買うとかなんだかんだですよねでこれから多分そこをなくしてくるなくされる可能性もあるわけでそして寝る場所あなたの家自体もなくなるっていう可能性もあるっていう噂もは知ってますかねあなたの家が実際なくなるうん とかエネルギーもそうですよねエネルギーも自分ででで作れない人がほとんどですよねでも僕は電気,代、えー、約電気代無料にして約7ヶ月8ヶ月か今月かとかいうふうに、えー、地に足をつける地に足をつけたい生き方をしてれば楽しいそして笑って愛されやすくなるんじゃないかなと僕は思ってましてそこのところはまあ誰も言ってないしまあね田舎暮らしだとかああ オフグリッドだなんとかなんだ,なんだかんだいう人はいますけれども、うん、まあなんかお金がなさそうな人というか、そのなんか貧乏暮らしみたいなイメージがやっぱりテレビとかなんだかんだでもついちゃうんで、そうじゃなくていうことですよね。うん、オフグリッド電気をつながずに生きてる人も大富豪の人もいらっしゃいハワイにもいらっしゃいますし、他の家が全部停電で。 えー、真っ暗になったとしてもうちは電気ついてるよって自慢げに言ってるお金持ちもいましたしそういうのうな感覚なんですよね。うん、でお金っていうものは価値がなくなってもですねお金っていうものがどうのこうのなくなったとしても自分は生きられるよというところに地に足をつけるということを準備きちんとでそこを多分今後いろんなことが起きてくる可能性が高いので、うん、まあこれをまあこれを聞けてる人は多分分分かってる人だと思うんですけれどもね。 まあ分かかかっってなななたら動けけいいもしれないですけどままあまあご縁何かしらねなんか、うん、まあ面白い世の中になるんでまあ、生き残れる人は生き残れるでしょうし難しいとは難しいでしょうし今回引っかかってるでしょうしまあどうなるのかこれからいろんなことがひね次元爆弾的にいうかいろんなことで起きてきて、うん、来るんだと思うんですけれども。 あと命ですね、体質なんでそこのところは最近モニターとかいろいろ120歳以上生きるための大学とかいろんなことをやってますんで、うんまあ、ご縁がある方は、まあ、あと会いに来て岡山にね会いに来ていただければ一番いいかなと思いますけれど、はい、えー、そんな感じです。<laughs> はいまた あまあ、なんとなくいろんな思ったことを、まあ、この5文字にね、ま、とめ最近まとめたんでちょっとなんとなく適当に喋ってみました、はい、分かる人は分かると思うし分からない人は何も分からないと思うんですけれども是非、はいえー、またいつかお会いできたりとか何かしらのご縁ができたら嬉しいなと思います。